お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は朝からね、ちょっと僕の撮影で、なんとゆいちゃん、まや、えおんと3人のね、女優さんに出ていただきまして、撮影をしていったところなんですが、もうほぼほぼ終わりました。どうでしたか、はい、今日は。いや、いい天気でね。ほんと暑かったです ね。僕、晴れ男なんですよ。持ってきますね。晴れ男はね、大変だと思いますが、まあまあでもね、すごくいい天気でいい作品撮れたんじゃないかなと思います。はい、楽しかったね。まあ、はい、楽しかったです。エオンとかね、マヤとかはね、撮影一緒にしたことがあるんですけど、まあユイちゃんはね、初めてで。そうですね。どうでしたか。ね、あんまり良くなかった。お疲れ様でした。いや、すごく良かったです。今回ね、一番最初長ゼリフをゆいちゃんから撮ったんですけど、このゆいちゃんの長ゼリフがバシッて決まったんで、今回の撮影いけるんじゃないかって分かったところがあったんだね。いやー、嬉しいですね。いや、ほんと良かったですよ。ありがとうございます。で、ね、マヤもエオもまだテストがこれから残ってるんですけど、お手伝いいただきまして、うん、こうやって今やってるんですが、ちょっと言ってよ。感想言って。何ですか。すごく楽しかったです。今日演技やったね。はい。ガッツリ演技したね。演技しましたね。どうでした演技は。演技でしたね。マヤどうでした。あ、どうですかね。マヤでも僕は本当にマヤが出ててよかったんじゃないかな。本当ですか。マヤ感が出ててすごく良かったんじゃないかなと思います。僕ね、一番のマヤの見どころはお風呂のシーンだと思うんですよ。あ、別に脱いでないですよ。静かちゃん的なやつじゃないんですけど、お風呂屋のね、シーンがあるんですけど、そのマヤはね、本当マヤがすごく出てるんで、マヤファンの方にはね、うん、楽しみですね、うん、見てないですもん ね、 そうだね、音だけ聞こえてますね、ね、暴れてるなっていう、そうそうそう、すごく良かったね。あとでもゆいちゃんのそのね、見せ場のやっぱ長ゼリフもありますし、エヨンのね、そのゴサゴサ感の演技、いや、本当体当たりな感じのね、3人の演技が見れたんで、すごく良かったんじゃないかなと。今後ね、こうやって皆さんタレントとして、俳優としてね、どんどん拾っていけてね、みんなで活躍できたらいいかと。ライバルですよ、ここからはもう。はい、はい、ライバルです。本業僕俳優なんでね。もう絶対使わない。言いますよ。使わせていただきます。言いますよ、本当にね。でもね、こうやって成功できたのも皆さんのおかげだと思いますんでね。いえいえ、ありがとうございますよ。すごくいい作品ができたんじゃないかなと。今日はね、本当にいろんなメンバーが手伝っていただきました。総勢9人のキャストに入れて9人のね、うん、メンバーで、撮影の方に。みんなそれぞれ。はい、すごいですね、はい、本業です。すごい朝から頑張っていただきましたんで、はい、また7月の20日ぐらいからもうこれがアップで公開できると思いますんで、はい、それまでにね、僕も編集とまだありますんで頑張って撮っていきたいと思います。お願いします。お願いします。皆さんね、じゃあ何か最後に、じゃあゆいちゃん、うん、ゆいが締めることってまあないですよね、このメンバーで。ないですよ、ミルキーハットでも締めることないですから。よっしゃ、じゃあゆいちゃん締めていこう。7月20日からですね。皆さん楽しみにしといてください。9人の私たち含めスタッフさん9人で力を合わせて頑張ったので楽しみにしといてください。ありがとうございました。ミルキーハットでした。あ、違う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 、4人やけど、4人、はい、あ、じゃあ、ちょっと、大阪春夏秋冬、難しいから、ありがとうございました。ありがとうございました。大阪春夏秋冬とミルキーハットの3人でした。ありがとうございます。ミルキーハットの3人でした。大阪春夏秋冬とミルキーハットのコラボレーションでした。コラボレーションでした。はい、マヤユイエヨンです。皆さん登録してね。はい、プリーズサブスクライブ。よるね。あれ、副島さん？やらない。オマックス、オマックス、あれ、オマックスない。やらない、やらない。しない、しない。あ、そうか。ありがとうございました。すごく楽しい撮影になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大阪春夏秋冬とミルキーハットの皆さんでした。ありがとうございました。バイバイ。I'm gonna make it.
ありがとうございました。楽しかったですね。楽しかった。ほんまに楽しかったです。小学校みたいな。小学生みたいな感想ですけど。そうですね。だってもう3人で仕事、お仕事初やった。初めて、ね、初ですね。はい。まず、みずきさんとそのドラマみたいな撮影はないです。ないですね。ないですからね。嬉しかったですよ。はい。私も嬉しい。ミルキーのメンバーに自慢してやろうと思います。おっと、私も自慢しますよ。まあ、自慢しますよ。寝顔取られちゃったり。まあ、寝顔すごい。7月20日から。あ、7月20日皆さん見ていただけると思うので、はい、楽しみにしててください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アンニョン、アンニョン、アンニョンハセヨン。大阪春夏春冬でした。ミルキーハートでした。ありがとうございました。全部言っちゃった。